はい、皆さんこんにちは、ファーです。いつもご視聴本当にありがとうございます。今回久々にですね、ワークマンの商品紹介になりますね。今回紹介する商品はこちらですね。はい、こちらです。イージスから出ておりますイナレムレイングローブになります。サイズは S、M、L、LL の4種類ですね。カラーはこのブラック以外にオリーブがあります。価格は税込みの1900円になります。こちらのイナレムレイングローブの耐水圧は2万ミリですね。大雨以上の対応になっております。糖質性に関しては2万5000グラムということで、かなり糖質性が高い商品になりますね。はい、こちらの商品ですね、発売が決まった時からすごく楽しみに待っていた商品になります。少し詳しく見ていきます。はい、こちらのタグの方から見ていきますね。先ほどお伝えした通り、こちらのイナレムレイングローブは耐水圧が2万ミリですね。糖質性が2万5000グラムということで、かなり糖質性の高い商品になっております。しかも3レイヤー素材で肌にベタつかないということですね。あと縦横 2way ストレッチということで、結構伸び見えますかね、伸びるかなっていうところですね。私は LL サイズを購入しております。で、注意事項に関してなんですが、この製品は完全防水ではございませんというふうになってますね。まあ、使い方によってはワンシーズン、ワンクールですかね、でもう水が入ってくるかもしれませんね。こちらの商品ですね、外観ですね、ロゴが入っております。手の甲の方にイナレムという文字が入ってますね。手のひらの方は特にないですね。あと手首のところですね、手を入れた後に絞れるようになってますね。はい、こうやって絞れますね。はい、早速手を入れてみますね。うん、タグに書いてあるんですけど、人差し指のところに合成比較、合成側ですね、が使われてますね。はい、おそらくスマホが扱えるのかなと思いますね。スマホがこんな風に扱えるような感じですね。ちょっと反応がひょっとしたら弱いかもしれないですね。これフィルムの関係があるかもしれませんけど、こういった感じになってますね。今両手つけましたね。絞ってみますね。はい、あ、結構絞れますね。はい、まあ、当初ですね、自分がこれが出るよってなった時に期待してたんですけど、用途がちょっと難しいですよね。僕が知らないだけかもしれないんですけど、用途が難しいかなと。はい、基本的にポリエステル 100% なのでツルツルしてます。なのでバイクではちょっと難しいですね。プロテクターもついてませんし、ツルツルするので、はい、これはバイクでは向いてませんね。あとですね、まあ、作業をした時にこれだとちょっとすぐ破れるかなと思います。そんな感じがしますね。はい、なのでちょっと使い方、用途というのはちょっと分かりづらいですね。アウトドアでも使うのかな、ちょっとだとしたらツルツルしてるので使いづらいと思いますね。夏場の暑い時にレインウェアを着ていると暑いですよね、結構。で、その中で手も濡らさないよっていうようなグローブになりますね。3レイヤー素材ということで、もうかなりベタつきがないです。ほぼないですね。しかも糖質性が2万5000グラムということで、かなりもうベタつきがないかなと思いますね。夏場かなり重宝するんじゃないでしょうかね。はい、実際ですね、これ濡らしてみたいと思います。はい、こちらのイージスイナレムレイングローブですね、今から濡らしてみたいと思います。はい、もう全然弾きますね、やっぱり。はい、全く新品ですので撥水加工もかなり効いてますね。なので全然濡れないです。弾いてくれますね。はい、全然濡れない。ちょっと水溜めましょうか。見てください、もうコロ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 、わかりますかね。全然濡れる様子はないですね。中も全然です。はい、全然濡れません。降ったら水気が全部吹き飛ぶって感じですね。見てください。はい、かなり耐水圧は強いと思います。撥水もですね、最初効いてますね。はい、そういった商品になります。はい、いかがだったでしょうか。
かなり、防水性ですね、耐水圧、撥水まですごく効いてましたね。こちらのイナレムレイングローブとイナレムのレインウェアを併用することで、夏の梅雨の時期ですね、雨が多い時期ですね、少しでも快適に過ごせるんじゃないでしょうかね。はい、アウトドアでもですね、多少使えるのかなと思います。はい、ちょっとした雨の時とかですね。ただ、表面がですね、ちょっと、心もとないかな、弱い感じがするので、そこまでガシガシは使えないと思います。あとはまだちょっと進化が必要かなとは思うんですけど、結構使えると思います。はい、皆さんもですね、ぜひお近くのワークマンプラスで、こちらのレイングローブですね、はい、ぜひチェックされてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。またワークマンの気になる商品ですねがありましたら、またレビューさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。世界に必要なのは